ヘラルト・シボンは、オランダ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションは FW。1993から94シーズン、FC2 エンテでキャリアをスタートさせるが、3試合の出場に止まった。1994から95シーズンより、エールステディビジの BBB、フェンローへ移籍。BBB では2シーズンで34ゴールを挙げるなど、活躍を見せた。 1996年、ローダ JC へ加入して一部復帰を果たし、13ゴールを挙げた。1997年、アヤックス・アムスティルダムに移籍。しかし、ブライアン・ラウドルップをはじめ、ワンベルト、ショタ・アルベラーゼ、ゲオルギ・キンクラーゼらの後陣を廃止、出場機会には恵まれなかった。1999年、イングランド・プレミアリーグのシェフィールド・ウェンズで FC へ。 遺跡金200万ポンドで遺跡。オランダ代表 MF、ビムンク、ベルギー代表 FW ジルデビルデと同僚になった。4シーズンを過ごした、シェフィールドウェンズデ FC では43ゴールを挙げ、3シーズン連続で、クラブ内得点王、2年連続で年間、最優秀選手を獲得した。2002年、SC、ヘイレンフェーンに加入し、エールディビジに復帰する。 二年間で38試合に出場し、19得点。2004年、PSV に加入。ヤンフェネホールオフヘッセリンクやホベルチピーニョデソ座ザと、ポジション争いを演じ、2004から05シーズンのエール、ディビジ優勝を勝ち取る。2006年7月、サッカーブンデスリーガの1、FC ニュルンベルクにフリートランスファーで加入。1年間プレーした後、2年契約でヘイレンフェーンに、 復帰。2010年5月、オーストラリア A リーグのメルボルンハートと契約、同法のファントシップの指揮を受けることとなった。すぐに、レギュラーの座を確保し、主に司令塔の役割を担った。一方で、得点感覚も衰えておらず、7得点を記録し、チーム2位の得点数となった。メルボルンダービーでは、 フリーキックでゴールを決めるなど結果を残し、本人も契約延長を望んでいたが、クラブからの契約延長のオファーはなく、最終戦を前に対談を発表した。2011年6月27日、フルスである SC ヘイレンフェーンと契約したことが発表された。3度目の加入。2012年5月ヨーロッパリーグ出場を逃す、結果となった。 平ノ・オルト戦を最後に現役を引退。2008年、北京オリンピックを戦うオランダ代表のメンバーに選出される。アメリカ戦では93分に2-2となる同点弾を、日本戦では73分に決勝点となる PK を決めた。ありがとうございます。